の日、弁護士としての俺はエミちゃんと共に殺された。連続殺人鬼大久保新平の手によって。病室からじいさんが連れ出された時刻は、最後に目撃された7時50分から周囲が騒ぎ出した8時半までの40分に限定される。その時に大久保は何らかの手段で被害者を窒息死させると、その遺体をランドリーカートへ隠した。誰もシーツに紛れて死体が隠されているとは思わない。そしてこの作業ができたのは、ランドリーカートを押していた大久保だけだ。事実、そのトラックからは被害者の体液が検出された。大久保は警察の取り調べで奥多摩に埋めた遺体の在りかを自供。事件発生からおよそ3ヶ月後に枠老人が死体で発見された。さっき創薬センター見てきたよ。現場をこの目で確かめようと思ってね。それでどうでした？無罪を狙うなら絶望的だよ。おい、八神先生もそう思ってるんですか？俺は大久保君が無罪って言うんならとことん付き合う。それで俺が失うもんは何もないんだ。俺はやってませんよ。真犯人にはめられたんです。事件のあった日、君は創薬センター付属の入院病棟にいた。そして午前8時頃から病室のシーツを回収して回っていた。ええ、それは間違いないです。で、その時枠さんの鼻と口を塞いで殺し、ランドリーカートに隠して運び出した。違います。俺が枠さんの部屋に行った時はもう誰もいなかった。俺はあの日一度も枠さんを見てません。わかった。シーツを回収し終えた朝10時頃、君は病院を出る間際、自分のトラックの荷台に被害者の死体が積まれていたことに気づいた。それは事実です。そして警察に通報するか迷った末に、君は死体を隠すという選択をしてしまった。傷害の前科があるから警察は俺を疑うに決まってました。だから。それに枠のじいさんとは前にトラブルがあったんだって？トラブルって急に何の話です？事件の3日前、大久保君はじいさんから財布を盗んだと言って殴られてる。創薬センターで聞き込んできたよ。いつそんな話を？お前が寺沢ちゃんと2人でいた時にな。これでもちゃんと仕事してたんだよ、俺は。それより大久保君、本当に枠さんの財布を？違うよ。物取られ妄想って言うんだってな。認知症の症状で大事なものを盗まれたと思い込んじゃ周りを責めるらしい。はん、手間かかって大変だよな。身に覚えもないのにいきなり泥棒呼ばわりだ。ショックだったろ。で、君はじいさんに殴られて危うく殴り返すとこだった。でも殴らなかった。だから後日殺したんだろう。俺はそんなことで人を殺したりしません。俺も無邪気にそう信じられたらいいんだけどな。大久保君、女を殴った前があるし。
どこかに真犯人がいるんですよ。そいつが俺をはめたんです。俺じゃない、犯人は別にいるんだよ。そいつはどっかで俺らを見て笑ってるんだ。落ち着け。八神先生は俺が無実だって信じてくれますか？信じてるよ。じゃあ次からは一人で来てください。安心しろ、邪魔者はもう来ねえよ。あとは八神先生に任せた。なあ、寺澤さんってナース知ってるだろ。結構可愛い子。大久保君を心配してたよ。無罪になったら脈があるかもな。そうですか、失礼します。八神先生、今更だけど、なんであの子が証人に？向こうから申し出てきたんだけど、なんかまずいのか？いや、別に。寺澤さん、先ほどの庄野さんの証言は聞かれてましたよね？はい。聞いていてどう思われました？科学者として正確な言い方をしてないと思いました。そして医者としても患者に向き合っていなさすぎると思います。もう少し具体的にお願いできますか？庄野さんは枠さんが病室で寝ていたと言っていました。でも廊下の外からそれを確認することはできなかったはずです。今の寺澤さんの証言を示す証拠があります。こちらをご覧ください。被害者の病室をドア外から撮影した写真です。つまり庄野さんが枠さんを目撃した時もこんな風に見えたはずです。庄野さんが被害者の枠さんを見たという証言は嘘でした。何？なぜなら庄野さんが見たものは枠さんであるとは限りません。単に布団の膨らみを見ただけの可能性がある。にもかかわらず枠さんが寝ていたとの証言は明らかに誇張しすぎです。そうでしょうか。常識的に考えれば枠さんが寝ているとしか。私たちナースは患者さんの状況を見る際には必ず入室します。枠さんのこの病室の場合、廊下から室内を覗き込んだだけでは何も分かりません。以前布団の膨らみを見て患者さんがベッドにいると思い込んでいると、デイルームでお食事中だったということも実際に何度かありました。その時は布団の中に枕が入り込んで人がいるように見えてしまってたんです。ここは大事なところです。検察は被害者が病室から運び出された時間を庄野さんの証言により7時50分頃から8時半までとしています。そしてその間、枠さんの遺体を隠して運べたのはランドリーカートを押していた被告人しかいなかったと。しかし庄野さんの証言が正確でないなら、例えば犯人は前日の夜、人目につかない時間に枠さんを連れ出すこともできます。そしてその後隙を伺って被告人のトラックにその遺体を隠すということも。つまり今回の犯行が被告人以外にも十分可能だったということになり、検察の主張は根本から覆ります。裁判長、
この新たな証言を踏まえ、検察側証人の庄野氏に対して再度尋問させてください。庄野さん。はい。単刀直入に伺います。あなたは事件当日の朝、枠さんの病室の中に何をご覧になりましたか？ベッドで眠っている枠さんだったと思います。はっきりと枠さんの顔を見ましたか？よく覚えてません。ではベッドにいたのは別人だった可能性があります。もしくはただ単に布団が膨らんで見えていただけで、誰もいなかったのかも。そうではありませんか？異議あり。弁護人の意見を押し付ける質問です。弁護人は質問を変えていただけますか？あなたが見たのは枠さんだったと間違いなく言い切れますか？言い切れないかもしれません。尋問は以上ですが、ここで一つ検察に申し上げます。は？被告人は犯行がわずかな時間帯に行われたという前提のもと、ただ一人の被疑者として起訴されました。しかし正確性に欠ける目撃証言が崩れた今、犯行は被告人以外の人物にも十分可能だったと考えられます。そこで検察は控訴取り消しはお考えになりませんか？もうこの裁判自体が時間の無駄にもなりかねませんので。検察は目撃証言が崩れたとは認識しておりません。些細な点で記憶が曖昧だとしても、証人が被害者を目撃したことは間違いありません。それでは正確性に欠けると思いませんか？前途ある若者を殺人という罪で裁くこの場で、庄野氏の証言は完全に信頼できると言えますか？庄野氏は誠実な科学者です。幼い頃に認知症のおばあ様の姿を見て育ち、その特効薬を作ろうと苦学の末に先端創薬開発センターで指折りの科学者にまでなった。日夜研究し、そして患者をいたわる気持ちから日々巡回していたことで、今回の目撃証言につながったんです。その証言を完全に信頼できるかと聞かれれば、間違いないと答えるほかありません。すると検察はこれまでもこれからも庄野さんが言うことなら何でも頭ごなしに信じると、そういうわけですか？証人の肩書きを信頼しすぎて、証言への裏付けが不十分だったのではありませんか？証人の肩書きに左右されることはありません。検察は DV の前科を持つ被告人の証言にさえ聞く耳を持っています。6年前、被告人の当時の恋人は指を骨折させられ、今も後遺症が残っています。原因は飲酒と些細な日常生活での行き違いでした。一方、今回被告人は事件のあった数日前に被害者の枠さんから財布を盗んだと疑われ、顔をはたかれています。このことは異常者といえるほど激しやすい被告人が犯行に至った動機として十分に考えられる。どうされました？退廷しないのであればお座りください。寺澤さん。大久保さんは異常者じゃありません。6年前に暴力を振るってからは一滴もお酒を飲んでません。勝手な発言は控えてください。枠さんに殴られたことも認知症の症状の一つと理解してました。
だから恨みなんてしない。それが殺人の理由なんて考えられない。寺澤さん、もういい。大久保さんにだっていいところはいっぱいあります。今すぐ退廷を命じます。確かに愛想はいい方じゃないけど、仕事熱心だし、約束は絶対に守るし、大久保さんは万が一自分が有罪になったら私に迷惑がかかるから、だから私に証言はするなって。だから弁護士にさえ、私たちが付き合っていること絶対に言うなって。自分が刑務所に行くかもしれないのに、私の将来を一番に考えてくれる人なんです。そういう人なんです。そんな大久保さんを異常者と呼ぶ検事が本当に聞く耳を持っているんですか？それからも審理は続いたが、彼女の捨て台詞が判決の行方を決定づけたように思う。大久保新平は無罪とされた。しかしそれからわずか一月後、その大久保の手によって寺澤恵美は無残な姿に変わり果てた。久しぶりですね、八神先生。ああ、久しぶり。すいません、人と話すの久しぶりで声が。大丈夫、ゆっくりでいいよ。雰囲気変わりましたね。ああ、君の弁護をしてからはもう法廷に立ってないんだ。弁護士を辞めた。代わりに探偵を始めた。神室町で便利屋もどきの。俺のせいですか？いや、うん、悪い。今日はこんなこと話しに来たわけじゃないんだ。3年前の創薬センター、あの事件、君は本当に無実だったか？ええ。何言ってんです、ふざけないでください。俺は無実です。そのセンターの事件も、恵美の事件も、俺は何もやってないって。何度もそう言った、あんただって聞いてたろ。なんで誰も信じてくれないんだよ。恵美ちゃんの件では検察に証拠が揃ってた。俺なんかの弁護じゃ無罪にできなかった。できるわけありませんよ。あんただって俺を疑ってたからね。ちゃんと気がついてたよ、俺の無罪を訴えるたんびにさ。あんた何度も吐きそうにしてたじゃない。あの、じゃあ二つの事件、本当にあなたは潔白？ずっとそう言ってきた。源田法律事務所の星野と言います。八神さんと私たちは創薬センターの事件である仮説を立てたんです。それがもう俺には関係ない。でも真犯人が誰だったか聞きたいでしょう。創薬センターの研究員で生野陽次。覚えてます。
この人が真犯人。でもなんで。今説明するよ。あの事件は新薬の人体実験による事故。それが俺たちの仮説なんだ。正野は実験台にした患者を想定外に死なせてしまい、その死体を慌てて隠さなきゃならなかった。だから俺のトラックに死体を隠した。そう、それ自体は正野の急場しのぎでしかなかったんだと思う。もし君が死体のことを通報してれば話は変わってたはずだ。でも現実にはそうはならなかった。俺が死体を山に埋めたから。君が死体を山に埋めたのは実は正野にとっても幸運でしかなかった。おかげで警察が奴を疑うことはなくなってしまった。くそ、あの時はどうかしてたんです。車の荷台を開けたら急に死体があって。でもそんなの警察が信じてくれるわけないって。俺には前があるし、何言ったって信じてもらえない。そう思ったから。やっぱり本当に君は潔白だったんだな。当たり前でしょ。わかった、ありがとう。八神さん。八神先生、俺は恵美のことも殺してないんですよ。そっちの方は何も聞いてくれないんですか。もう確かめようがないんだよ。俺だって君が無実であってほしいって、3年前にやれることは全部やった。ほんの少し焼け残ってた証拠は何度も調べた。今になって新証拠でも見つかるか。じゃあ恵美を殺した犯人はいつか俺が死ぬのを笑いながら見るわけですね。あの世で恵美に合わせる顔ないよ。俺もあんたも。おっと、すまんすまん。足が滑っちまったよ。痛かったか。痛かったかってんだよ。俺はやってません。何もやってないのに。てめえに泣く資格なんかねえよ。寺沢恵美が泣いた時何度もあの子を刺したろうが、この鬼畜野郎が。まだ期待は持たせられない状況だけどさ。はい。君は無実だよ。今まで誰も殺してなんかいない。だから俺は恵美ちゃんの仇を討つよ。君もここから出してやる。約束する。もっと早くこの言葉を君に言うべきだった。なのに俺は
3年も本当に長いこと何してたんだ。俺にもう一度チャンスくれるか。もちろんです。こっちこそよろしくお願いします、矢上先生。あのさ、矢上さん、大久保に会うなら伝言頼んでいい？ん？どんな？今度一緒に恵美の墓参りに行こうって。簡単に言うけど大事だな。それを実現するためには片付けなきゃいけない問題が山ほどある。でもそうならなきゃ大久保は死刑なんだよ。殺人鬼の汚名を着たままね。なんとかする。矢上さん、大久保のことを助けてあげてよ。わかった、伝言も伝えるよ。そんな、信じられないです。本当に？あいつは最初杉浦って名乗ってた。文也君が？そうですか。彼とは恵美が死ぬ前に一回だけ会ったことがあって、でもお互い人見知りだったんでろくに会話もしなかったけど、その後裁判の時は彼ずっと俺を睨みつけてました。俺は目を合わせることもできなかった。君に伝言を預かってる。え？あいつはこう言ってたよ。今度一緒に恵美の墓参りに行こうってさ。そうですか。文也君が俺にそんな言葉を。ああ、行けたらいいですけど。綾部の裁判がもうすぐなんだ。そこにアドデックナインの黒幕を引っ張り出す。一ノ瀬って厚労省の事務次官を。できるんですか、そんなこと。担当検事がこっそり俺ら側についてくれた。その裁判の場でアドデックナインの内幕を追及する。大久保君が無実だってことも主張できる。もうずっと諦めてました。どんなに声上げたって誰にも届かない。人殺しにされたまま俺は死ぬんだって。でも文也君にも分かってもらえたなら希望が持てます。世界で一番俺を憎んでいた彼が許してくれたんなら、みんなにも分かってもらえるって。もう少し辛抱してくれ。あと少しだから。ありがとうございました、矢上先生。釈放は来週？多分そのくらいだろうって聞きました。その後恵美の事件の再審がありますけど。再審は形式的なものになると思う。もう誰も君が恵美ちゃんを殺したとは思ってない。
もう行くんですか？今日はもう一人、君と話したいってやつを連れてきたんだ。あとはもういいな。一緒にいてくれればいいのに。じゃあな。ありがとね、八神さん。